本日は全日本プロレス8月27日両国国技館大会前々日公開記者会見にお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。いよいよ、あさってに迫ってまいりました、両国国技館大会でございます。本日はその選手たちの意気込みを、こちらの場で、発揮していただきたいと思っております。さあそれでは、まずはじめに、秋山純社長、そして PWF ドリームハックジュニア会長のご挨拶でございます。それではどうぞ。それではまずはじめに、オールジャパンプロレスリング株式会社秋山純社長よりご来場の皆様へご挨拶でございます。はい、皆さんこんにちは。お待ちの中ありがとうございます。いよいよ、45周年記念両国大会が迫ってきました。今年は新たなる決意ということで選手、社員もそうですけどもまた新たな道に向かって、邁進していこうと思っています。もうすでにこの中は選手ピリ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 しております。当日リング上もいい戦いを見せれると思いますので皆さんぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、ドリー・ハンク・ジュニア PWF 会長よりご来場の皆様へご挨拶でございます。純秋山、誠にありがとうございます。 Thank you very much。 日本の関係者、誠にありがとうございます。日本のプロレスファン皆様、誠にありがとうございます。 Thank you very much。 And please excuse me、 日本語がまだ下手です。でも頑張りたいと思います。ありがとうございました。 Thank you。ありがとうございました。それでは、ただいまより、各試合の記者会見を行っていきたいと思います。それでは秋山社長、ありがとうございました。それでは、まずはじめに、注目の試合でございます。バン TV 世界ヘビー級選手権バトルロイヤル、こちらの記者会見を行いたいと思います。それでは西村治選手よろしくお願いいたします。さあそれではまずはじめに、バン TV 世界ヘビー級王者、西村治選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。私の師匠、隣にいらっしゃいますドリーさんですね、作られましたベルトを維持しなきゃいけないということでありますけども、何のために、ドリーさんが作られたということを意味をよく吟味しながらですね、やっぱりプロレスの本堂であるんです、ね、この原点回帰というかそういう部分に一番重点を絞りまして、それに恥じないまた師匠にみっともなくない、試合をしっかりしてまいりたいと思います。ありがとうございました。それでは続きまして、バン TV 世界ヘビー級選手権、こちら創設者でございます、ドリーファンクジュニア PWL 会長、コメントの方よろしくお願いいたします。おさまにします。この試合は very important、 バン TV worldチャンピオン、オサム・ニシムラ、頑張ってください。Do your best. OK? ありがとうございました。さあ、それでは質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。西野選手がお伺いしたようですけれども、今回はまたバトルロイヤルでタイトルマッチを争うことになりましたけれども、たくさんの挑戦者の名乗りが上がっていますけれども、その中で気になる選手といらっしゃいますか。これってもう全部全員もう名前出てるんですか。全員出てます。小島さんも含め、戦ったことない人たちが半分ぐらいですよね。特に自分自身がそのバトルロイヤル得意か得意じゃないかというと、26年の中で多分
10回ぐらいしかやったことないんじゃないですかね。まあ、そういう部分で、まあ、どちらかというとそのなんかバトルロイヤルの雰囲気としてお祭り的な、なんかそのなんていうかコミカルな、そういう方向に行ってしまいがちなんですけども、まあ、そんな中でも私だけはもう大真面目に自分自身の、主義主張を貫き通す試合をしたいと思います。まあ、その中で、まあ、小塚さんですよね。一回も お手合わせさせていただいたこともありませんし、まあ、そんな中ではもう小塚さん狙いで行こうかなというのは考えているところです。まあ、これから本当に冷静にいろんなまた戦い方、まあ、昨日も散々の作戦会議というかバトルロイヤルの戦い方というのをずっといろいろ伝授していただいたところなんですけども、まあ、これからも今日明日含めて師匠の方をいろいろお知恵をお借りしたいと思います。ありがとうございました。他に質問ある方いらっしゃいますか。Seven Inch Moon Battle Royal Have an idea12 other people could be new champion or Osamu Nishimura could be main champion. But Kiboshi Famous, good luck. Thank you. 12人いる中で12人に中からチャンピオンが出るかもしれないし、もしくは私がチャンピオンになるかもしれないし、まあ、負けないように希望してますというのコメントでございました。ごめんなさい、成功を祈ります。まあ、訳さなくてもいいですね、日本語ですからね。ごめんなさい、日本語まで言ってて。ここに質問ございますか。はい、それでは、写真撮影の方に移らさせていただきます。さあ、それでは続きまして、こちら第2試合でございます。ランズエンド VS 他国籍同盟軍、こちらの記者会見を始めさせていただきます。まずは、サム・アドニス選手、マッシモ選手、ダニー・ジョーンズ選手、どうぞ。さあ、それではまずはじめに、多国籍同盟軍より、ダニー・ジョーンズ選手、意気込みのコメントをよろしくお願いします。コメント？I am very honored to be in Japan and I'm very honored to wrestle at the Ryogaku Sumo Hall and I look forward to it.とても相撲アリーナで両国でやることを光栄に思っています。I am very happy to be here also. I am a big fan of Japanese wrestling history. Many years, All Japan has the best gaijin. Dory Funk, Stan Hansen, Bruiser Brody, many famous gaijin. Sunday in Sumo Hall.New Gaijin represent all Japan and have a strong future. サム・アドニス選手、コメントです。とてもハッピーです。両国で試合できるということが歴史的にもとてもハッピーだと言っています。で、新しい外人の力を見せつけると思います。次ですね、マッシモ選手、意気込みのコメントお願いいたします。For me, this show here in Ryogoku.Will be the biggest match in my life. And I'm very proud to be here in Japan and wrestle for All Japan Professional Wrestling. And one thing that I want to say, that I'm here in All Japan Pro Wrestling for be a name, for be a star. For these 5-10 years. Thank you very much. 自分のキャリアの中でも一番の試合だと思っています。で、必ずここに名前をつけておいてます。ありがとうございました。それでは続きまして、ランズエンド軍より、西良寺選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。はい、2016年の4月から、秋山さんとのご縁で参戦させていただいているんですけど、2回目の両国ランズエンド軍と
多国籍のすごいカードを読んでいただいたと思うんですが、僕の個人的な意見ですが、能力は高いこの3人だと思いますけども、間違いなくこちら観光気分で来てると思うんで、ちょっとそれを分からせてあげたいなと思うんで、まあ、見てても明らかにこいつら観光気分できます。間違いないです。もう聞いてください。こいつら間違いないです。This is ridiculous. I am number one in Mexico. Who is this? This is nobody. I don't know your name. You come to Mexico and we laugh at you. You are a joke. You are not on my level. And this week, I will prove to you and to Japan.That Sam Adonis will win. お前はバカだって。俺はメキシコでナンバーワンだって。お前の名前なんて知らない。必ず両国でぶちまかした。すいませんでした。さあ、それでは続きまして、世界タッグ王座決定戦。関本大輔岡林雄二組対野村直哉海組より本日野村直哉選手が出席となります。そして、全日本プロレス創立45周年記念特別試合青柳優馬対太一より、青柳優馬選手本日出席となっております。その2名によります記者会見を始めさせていただきます。さあまずは、世界タッグ王座決定戦に出場いたします、野村直哉選手より意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。まあ、あと両国まであと2日ということで、まあ、あとはリング上でもう見せるしかないと思ってます。まあ、8月27日は、まあ、関本小林大日本プロレスをぶっ倒して、僕らが必ずベルトを巻きます。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、青柳優馬選手対太一選手 の会見を始めさせていただきますけども、太一選手本日の会見を欠席いたしましてコメントを、頂戴しております。そちらを代読させていただきます。欠席した理由は、デビットも返事してないのに勝手に決められてしまった経緯もあって、それでどこの子会見行くのはおかしいかなと思います。特にコメントもない鈴木君太一、以上のコメントを頂戴しております。それでは青柳優馬選手意気込みのコメントよろしくお願いいたします。はい、両国大会で1年前の雪辱を晴らしたいと思います。別に今日の会見出席していることとか別にどうでもいいです。もう両国国技館のリングで決着をつけることしか考えてません。以上です。ありがとうございました。それでは、質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。野村選手お聞きします。今日パートナーの甲斐選手がいませんけども、まあ、8月シリーズ終わってその終わった段階では、まあ、タッグチームとして 80% 以上だと言ってましたけど、今の時点でタッグチームとしての完成度はいかがでしょうか。いやもう 100% ですね。もうあれから、まあ、甲斐さんといろいろ連絡取ったり、まあ、相談したりして、まあ、かなりチームワークっていうのは高まってきてますので、まあ、かなりもうあっちより絆は必ず深いと僕はそう思います。これまで組んできた試合の中でいくつか連携も見せてましたけど、そういった部分でもさらなる進化を、そうですね、まあ、なんですかね、まあ、僕らの中でいろいろ作戦立てて出してない技もまだあるんで、両国は、まあ、そういった意味で、まあ、なんていうかね、そういう技を出して必ず、まあ大日本プロレスの関本岡林を、まあ、ぶっ倒したいです。そう思います。自信しかないです。植木選手にお伺いしますけども、まあ、1年ぶりの対戦ということで、まあ、1年前とは違うと何度もこれ言ってきましたけども、具体的にかその1年前とは違うという部分というのはどういったところでしょう。そうですね。もちろん、まあ、一番は体つきだと思うんですよね。今正直最近買ったばかりのスーツなんですけどきついです。
まあ、ただ見た目だけですけど、プロレスの技術も去年とは全く違うんだっていうのを見せつけたいと思ってます。続きまして、創立45周年記念特別試合に、出場いたします、秋山純選手、大森高夫選手、そして岩本浩二選手、そして第0試合に出場いたします岡田裕介選手、よろしくお願いいたします。どうぞ。それではまずは、秋山純選手より意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。はい、45周年記念試合ということで、まあ、あのごったに感は否めませんが、でもまあこういうとこからいろんな物語が始まっていくのを僕も経験していますので、誰が一番目立って、誰が突き抜けるのか、あそこも僕も楽しみに試合をしたいと思います。まだリング上の誰が出るかというそういう気持ちではまだ負けないつもりでいるので、はい、あの45周年記念試合は目立ってやろうかなと思っています。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、大森高夫選手、コメントをよろしくお願いします。はい、いよいよ、両大会目前に迫ってきてですね、自分らの試合、全日本プロレス創立45周年記念試合、非常にあのバラエティに富んだ、カードが出揃った両大会ですけども、僕らの試合はですね、一番あの重みがあるんじゃないかと、そういうふうにあの重厚に受け止めております。皆さんどうぞあのご注目ください。よろしくお願いします。岩本選手も一言なんかあるんじゃないか。はい、対戦相手に、ジュニアの鈴木小太郎選手がいますけど、まあ、全日本いたとか全日本辞めたとか自分はその時いなかったんでそこは分かんないですけども、今の全日本のジュニアの中には絶対入れさせません。以上です。ありがとうございました。それでは最後に第0試合に出場いたします岡田裕介選手、コメントよろしくお願いします。はい、全日本プロレス岡田裕介です。今回両国国技館大会第0試合、秋山さんから、ありがたいプレゼントをいただきました。このプレゼント絶対に無駄にはしません。一言、佐藤圭一ぶっ潰す。以上です。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。健吾さんにお伺いしたいんですが、今隣にいる岡田選手が正しいことを口にしてますけども、はい、秋山さんからご覧になって期待も大きいかと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、あの今標準語で喋ったんですね。それが良くないところです。大阪弁でちょっとお行け、訂正します。佐藤圭一、入れ込みます。以上です。これでやってくれると思います。さあ、それでは続きまして、アジアタッグ選手権試合、チャレンジャーチーム、ブラックタイガーセブン、高道信組対チャンピオンチーム青木淳、佐藤光組、こちらの記者会見を始めさせていただきます。本日は、青木淳選手、佐藤光選手が出席となっております。それでは青木選手、佐藤選手、どうぞ。それでは、アジアタック選手権試合の記者会見を始めさせていただきます。まずは挑戦者チーム、高道信選手とブラックタイガーセブン選手より、コメントを頂戴しておりますので、代読させていただきます。まずは高道信選手よりコメントをいただいております。レスラーキャリア25年目にして日本最古のベルトといわれるアジアタック初挑戦できることを嬉しく思います。今後のためにもこのチャンスを生かし一発でいただこうと思います。高道信、以上でございます。続きまして、ブラックタイガーセブン選手より、怪文書が、事務所の方に届いております。そちらを代読させていただきます。うだるような暑さが続いておりますが、大森取締役は夏バテなどなさってはいらっしゃいませんでしょうか。大森取締役は最近お酒に頼っていると聞いて心配で、私ブラックタイガーセブンは夜も眠れません。この度は全日本プロレス45周年記念大会に出場、私の無理の親友奥田リングアナのおかげでプロレス業界
最古のベルトアジアタック選手権に挑戦させていただけることを嬉しく思っております。そして大森取締役の陰謀に心から感謝しております。私の中身が全日本プロレスさんで働かせていただいていた頃、一度だけ腰にベルトを巻いたことのあるアジアタックを大森取締役の陰謀、パワハラ、職務怠慢から全日本プロレスを救うために手に入れたいと思います。大森取締役、今度お目にかかった折には楽しい夏の思い出をお聞かせください。寝苦しい日が続きますが、夏風邪などひかないようお気をつけください。ラブレターフロム高松、ブラックタイガー7、以上でございます。それでは、チャンピオンチームに意気込みを聞いていきたいと思います。まずは佐藤光選手、意気込みのコメントをお願いいたします。はい、101代アジアタック王者佐藤光です。さっき青木さんと、このアジアのベルトを、取った時を、調べてたんですけど、実は、両国で大日本プロレスの両国で第99代王者になり、そして両国で、藤正信、大仁田敦に敗れ、そして、まあ、帯広で取り返して、そして今回、また両国でアジアタック選手権を、行うということで先ほど気づきました。まあ、相手はコメントを聞く限り、いい意味でも悪い意味でもいつも通り、若干ブラックタイガー7が怪文書が、緊張が見えるぐらいと、いうことですが、まあ、どんな陰謀だろうが、そこにアジアのベルトがかかっている以上、佐藤光、青木淳が負けるということがあれば、この弓道チームに負けるということがあれば、今のこれまでの全日本ジュニアの全てをツートップがやられるということですから、全てを否定されるんだと思っています。過剰なぐらい自分に大きなものを背負わして、両国のリングでこのアジアのベルトを応援したいと思います。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、青木淳選手、意気込みのコメントをお願いいたします。はい、青木淳です。今光さんが言った通り、両国でアジアタックをやるということが結構多くてですね、で前回の両国大会では、まあ、取られています。そして、まあ、今回、また取られることになれば、それはなかなかまずいことになると思いますので、絶対にそれがないように、しっかりと気を引き締めてやりたいと思います。まあ、今ね、光さんが言った通り、ジュニア、まあこのアジアのベルトっていうのはジュニアに限らずヘビーも狙えるものなんですが、ただまあ最近ジュニアヘビーの人間が狙うことが多いです。そういう意味でもやっぱり全日本プロレスのジュニアヘビーを活性化させる意味でも、自分たちがしっかりですね防衛をして、その次でさらに次までしっかりとつなげていけるようにしたいと思いますので、しっかりと防衛をしていきたいと思います。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。お二人にお聞きしますけど、まあ、挑戦者チーム、まあ、タッグチームとしての力は、まあ、未知数な部分もあるかと思うんですが、個々の力っていう部分でいうとやっぱりそれぞれ警戒するところが大きいかと思いますけど、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり個々の力っていうのはもちろんあるものですし、で自分たちもそこに負けてるつもりはないので、じゃあそこをどうするか、それがやっぱタッグの、戦い方であったり、タッグの、ベルトっていうものに関するね、まあ、面白いところでもあると思うので、そこに関してはうちら2人負けるつもり一切ないですし、いつも通り、それかいつも以上のやっぱりプレッシャーをね、そうすると言ってましたけど、かけていけば防衛はできますので、そういったね、いろんな部分のところも含めて、しっかりと、あと2日しかないですね、もう明日、明後日ですけども、もう一度ですね、練り直して、挑みたいなと思います。結構人の入れ替わりが激しい全日本ジュニアの中で、自分と青木さんだけが亡くなった柱を自分たちで埋めてきた自負があります。もちろん、まあ、どんどん新しい人が入ってくるんですけども、実質今
何本柱があるか分かりませんが、それはもう半分半分僕と青木淳が支えていると思ってますから、それが我々の個の力の証明だと思ってますので、たとえ1対1になっても負けるつもりも一切ないですから、もうどんな出たの勝負でやったって負ける気一切ないんで、はい、必ず防衛して、このタッグを永遠に継続していこうと思っています。さあ、それでは続きまして、世界ジュニアヘビー級選手権試合、こちらの記者会見を始めさせていただきます。さあ、それでは記者会見を始めさせていただきます。まずは挑戦者、ウルティモドラゴン選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。はい、もう明後日になりましたが、もうここまで来たら、あと自分を信じて両国のリングに臨むだけです。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、チャンピオン田尻選手、意気込みのコメントをお願いいたします。まあ、意気込みっていうか、何なんだろうな、両国大会終わった後ですね、なんていうか、例えば見てくれた人たちがですね、なんか今日の大会の中で、あの試合だけなんかこう、なんだろう、宝石みたいな輝きを放ってたなって言ってくれるような、そんな戦いをしたいなと思っているかもしれません。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらお願いいたします。今自ら距離を取って座られてますけど、どういった心境感じか。というか、2日後に戦うのにこんな近くで話ができるわけないとか普通のことだと思いますよ。この選手にお伺いしたいんですけども、まあ、8月のシリーズ中前哨戦で、まあ、田尻選手のドッキリを避け続けてきましたけど、先日も、30周年記念試合につい食らってしまいましたけど、それを食らった上で、こう田尻選手に対する認識の違いとか、なんか変わった部分ってありますか？いや、それはないです。先日の、自身の30周年の試合は、田尻なりの、メッセージだなというふうに受け取ります。でそれもグリーンミストも、全て込みで大事だと思ってますので、逆に自分にスイッチが入ったかなというふうに思ってます。逆に田尻選手からすると、いわゆるそのグリーンミストをヒットさせたことで何かしらこう手応えといいますか、何かこうですか、いかがでしょうか？俺の中でウルティモドラゴン、そしてその中身の人への思いというのはですね、普通の戦うわけですけれども、そんなちっちゃい子に左右されるものは25年間変わってないものがあるので、そういうちっちゃいことじゃないです。他に質問はございますか？でお客様の中からも質問を募集しております。いかがでしょうか？よろしいでしょうか？はい、そしてですね、実はこのお知らせなんですけれども、実はこの長年、使用してきましたこの世界ジュニアヘビー級王座の、ベルトなんですけども、老朽化に、伴いまして、新たな、世界ジュニアヘビー級の、ベルトを製作いたしまして、そして両国国技館大会より、勝ったチャンピオンから、使用させていただくという、そういう形とさせていただきます。そして本日、その新たなベルト、ここでお披露目とさせていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。こうして、新しいベルトがですね、やっとね、
できました。実はですね、昨年、このベルトができてですね、あの古いベルトですか、あれがね、1986年に作ったんですよ。その時あのベルト争奪戦っていうのをね、小林邦明選手と広尾斉藤選手と私と、3人で争って、それで初代王者が広尾斉藤選手になりまして、それがね1986年、場所はね今でも覚えていますけどね、日本武道館で、決勝戦で僕は、広尾斉藤選手に、見事に負けまして、その初代王者が巻いたのがあのフリーベルトなんですよね。だから30年じゃなくて、もう今年86年だから31年か、それでですね、もうかなり老朽化になりまして、それで、ね、新しく作ろうということでね、いろいろね、このデザインとかね、あの、まあ、もちろんこれは私一人で作ったもんじゃ、考えたもんじゃないんですけれども、会長であるドリファームジュニア含め、そしてもうスタッフの皆さんのいろいろアイデアで考えて、それでこのベルトができました。まあこだわったのはね、この色ですね、この色は絶対に赤でもなければ黒でもないと、このジュニアのベルトはこの色が一番重点的にいいんじゃないかということで、それでですね、こうして立派なベルトがねできましたので、今年のあさっての8月27日にこの新ベルトが、披露できるのは本当に幸せな気持ちでいっぱいです。そしてこのチャレンジャーとチャンピオンの勝者がこの新しいベルトを巻くことができるということが本当に僕自身もなんかすごく晴れがましい気持ちでいっぱいです。ぜひとも、チャンピオン、それからチャレンジャー、いい試合を期待していますので頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。大丈夫ですか、はい、それでは内選手に質問ある方がいらっしゃいましたら、質問ありますか、私に。はい、それでは一番奥の方。座っていい、あ、いい、あ、すいません、藤さんに質問なんですけれども、はい、その新しいベルトへの興味を教えてください。藤さん自身の興味を、興味、はい、いや、興味というか、もう少しね遅く生まれたらこのベルトは俺が負けるんじゃなかったら、そういうふうな気持ちもありますよね。だから今回このチャンピオンである、ね、タジー選手とドラゴン選手、この両者が、ね、争ってこのベルトを負けるというのは、興味というよりは羨ましい気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。他に質問はございますか。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは、写真撮影に、あ、はい、会長がちょっと、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タジアリ、オルトマンドラゴン、ワールドジュニアヘビーウェイトチャンピオンシップマッチ、May the best man win. May the best man win.There will be a junior heavyweight world champion from this match. Okay? Seiko Norimasu. Seiko Norimasu.田尻選手、ご選手、お二人をお伺いしたいんですけど、この新しいベルトを今、目の前で見た感想をお聞かせください。それではウルティモドラゴン選手からお願いします。はい、素晴らしいです。で、あとは自分はネイビーのスーツが好きなので、このネイビーのベルトは自分の方が似合うと思います。聞いてください。あ、本当にかっこいいベルトですね。そう
そうですね、別に僕ネイビーが好きでも何でもないんですけど、多分僕の方が似合うと思います。すいません、こちらお願いします。なんか、俺とボレーだとなんかやるみたいな感じだったな。はい、お願いします。どう考えてもジュニアじゃないよな、この人は。それでは引き続きまして、全日本プロレス創立45周年記念特別試合、諏訪間対小島聡、こちらの記者会見を始めさせていただきます。さあ、それではまずはじめに、諏訪間選手より、コメントの方よろしくお願いいたします。はい、両国大会が、まあさって控えているということなんですけど、まあ、今回の試合、まあ、自分にとってものすごい特別な試合であると思ってます。まあ、なぜかというと、これは、ね、全日本プロレスに入門してずっと倒しかった男、その男と、対戦する時が来たなと、そういうところに特別だなと思ってます。まあ、あの当日は、ね、ぐちゃぐちゃにして暴れて、今までやってきたものを全部ぶつけて俺が勝ちだと思います。以上です。ありがとうございました。続きまして、小島聡選手、コメントをよろしくお願いします。はい、新日本プロレスの小島聡です。早いもので私が全日本プロレスを退団して7年という時間が経ちました。7年間無我夢中でプロレスをやってきて、今思い返してみると、もしかしたら心の頭の片隅には諏訪間という選手がいたのかもしれません。だからこそ今回戦う決意をしました。当日非常に厳しい戦いが予想されると思います。ですが私は逃げないで正々堂々戦うことを誓います。以上です。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。小島選手、お伺いしたいんですけども、まあ、今回久しぶりの全日本ということで、全日本のリングに上がるということに対して今どんな思いになりますか。かつて私が在籍していた全日本プロレスと今の全日本プロレスがどう違うのかはちょっとまだわからないんですが、そういうのも肌で確かめてみたいと思ってますし、今回試合をする以上新日本プロレス所属として私は新日本プロレスを背負いたいと思ってます。そしてそれ以上に小島聡、プロレスラー小島聡を背負いたいと思って試合します。はい。小島さんが退団されてから、まあ、時間が何年経ちましたけど、その間、まあ、戦うことも1回ありましたけど、その間の諏訪間選手の動向とかっていうのは気にされてました。そうですね、まあ、やっぱりさっきも言いましたが、心の頭の片隅にあった以上やっぱり気にはしていました。小島さん、その今回 G1 終わったばかりですけれども、まあ、結果としてはまあ残念な成績に終わりましたけれども、逆に言うとこの一戦が小島さんにとってこうまた浮上のきっかけになるような試合になる可能性もあると思いますか。G1 の最終日に言ったんですが、弱かった小島聡は今日で終わりだと、8月の14日からまた強く新しい小島聡に生まれ変わるというふうにコメントしましたので、今の私はとても強いと思います。佐野さんお伺いしたいんですけど、今小島選手お隣にしてどんな気持ち感情がありますか。
いや、なんかもう、ね、ちょっと離れてたから冷静に入れた部分もあるんですけど、こうやって面と向かって、うん、こう小島聡っていう人間を感じねってみると、なんかこのふにゃふにゃしてる、なんかこう虫歯が走る、なんかこうなんか綺麗ことまた並べやがってっていう、うん、もう本当麻薬な感じですね、僕の、うん、もう本当になんか虫歯が走ってます。小島さん、今諏訪野さんから虫歯が走ると言われましたけど、逆に小島さんは今隣にいる諏訪野さんはどう感じますか？7年前と何にも変わってねえなと思います。このタイミングで全日本のリングに上がるというのは、これに小島さんにとってどんな意味があると思いますか？まあ、7年という時間が流れて、当時の私の年齢と今の諏訪野選手の年齢がほぼ同じだというのもありますし、そういう中で当時はね、私の気持ちなんで分かんなかったんだというふうに、まあ、憤りとかもありましたが、今思い返すと、今思っていることは、お前は今その時の俺の気持ちを感じてどう思ってんだと、まあ、それをね、リングで体で表現できればというふうに思ってますので、全てはリングの上で証明したいと思います。ご質問ございますか？あえてお伺いしますが、その7年前対談するときに一番小島さんの対談を、まあ、痛烈にな言葉を放っていたのが諏訪野選手でした。そのことってこう7年間やはりちょっとその部分っていうのは残ってましたか？今回この戦いを決めたやっぱ最大の要因は、その7年前の因縁とか、まあ、そういうことだったと思いますので、やはり7年間積もり積もっていたものは正直あります。だからこそ今回試合しようというふうに思ってますし、まあ、凄惨な部分もあるかもしれませんし、それは覚悟して臨みたいと思っています。一方の諏訪野さんの方はどうなんでしょうか？まだ7年前のことってか残ってる部分があるんでしょうか？いや、1回はね、なんとなくこうね、出てくるいろんな問題っていうのは、ね、この業界、全日本プロレスの前あったのかもしれない、そこはまあ、なんとなく理解できたんだけど、またその後の、まあ、もう今のこのふにゃふにゃしてる感じがもう腹立つ、本当残念だよね、さっきの記者は言ったじゃん、もう残念だって、ね、G1 も一緒しかできない、残念だよ、そんな残念な先輩は。両国で俺がぶっ潰す、俺の肥やしになってくる、俺は踏み台にしていきたいなと思います。小島選手、残念な先輩という表現もありましたね。そうですね、まあ、すごく何もね、7年間で何も成長してなかったんだなというふうに思うと、本当に残念な後輩だと思います。ありがとうございました。他に質問ある方はいらっしゃいますか？よろしいでしょうか？はい、それでは、写真撮影に移らさせていただきます。
ありがとうございました。最後となりました、三冠ヘビー級選手権試合の記者会見を始めさせていただきます。三冠ヘビー級選手権試合、こちらメインイベントでございます、こちらの記者会見を始めさせていただきます、まずは、挑戦者宮原健人選手より意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。最高のプロレス界で最高の、いやプロレス界で最も最高のチャレンジャー宮原健人が最強のチャンピオン石川修司、8月27日リング上で向き合います。それだけでも2017年プロレス界で最もビッグイベントになるのは間違いありません。ただ8月27日は第57代三冠ヘビー級チャンピオン宮原健人の誕生の日です。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして三冠ヘビー級王者、石川修司選手、意気込みのコメントをお願いいたします。石川修司です。27日、チャンピオンとしてメインイベントに立てるのはすごい光栄なことだと思ってます。ただ光栄というだけじゃなくて、そのメインの試合で最高の試合をして自分が最強っていうのをもう一回証明したいなと思ってます。でこの三冠ベルト、この自分の中では夢でもあり目標でもあったベルトをまだ手放したくない。このベルトを持っている状態で自分をもっと高めていきたいと思っているので、勝って防衛を続けたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。宮選手、お伺いします。いよいよ両国大会2日後に迫りましたけど、今の状態はやっぱり過去最高の宮原健人でしょうか。はい、昨日より最高です。常にベスト。8月27日あと2日間もっと最高になっているでしょう。楽しみですね。昨年の両国大会も宮原選手がメインを張り勝って最高マイクで締めましたけど、当時の最高マイクに満足されてなかったということは、今回あの時以上の最高マイクで締めたいっていうのはかなり大きいと思います。そうですね、常にその日終わるときに最高マイクで皆さんの声援をで背中を押されて満足してるんですけど、寝て起きたらまたさらに最高を目指す、そういう日々の繰り返しなんで、まあ去年の10月なんでもう比べ物にはならない最高のマイクになるでしょう。そのためには勝たなきゃ何も始まらないと、そういうことです。石川選手、お伺いします。8月シリーズ中に、グランドスラムという言葉も出ましたけども、9月に王道コロナと控えている状況でもありますし、ここでよりベルトを守らなきゃいけない、守りたいという気持ちが強くなるかと思います。それはいかがでしょうか。そうですね、5月に取ったこのベルトをまだ自分はずっと持っていたいし、このベルトを持った状態で己をもっと高めていきたいんで、王道トーナメントもありますけど、まず27日ほどしか考えてないんで、27日防衛してまた次の新しいステップに向きたいなと思ってます。他に質問ある方いらっしゃいますか。お客様なので質問ある方いらっしゃいますか。シュープロさんは何かないんですか。シュープロの宮尾記者は何かないんですか。宮原選手はまだこうシングルで一度も石川さんに勝ったことないんですけども、そのあたりのこう勝利のビジョンというのは出てますか。質問キャンパします。
他に質問したい方いらっしゃいましたら、せっかくの機会でございますので、いかがでしょうか。東京スポーツなど。チャンピオンの石川選手をお伺いします。はい、両国の面は他団体のベルトのチャンピオンとしても何度か上がったことがあると思うんですけど、はい、またその時とは今回こう気持ちの部分で違うところがありますか。また両国の面に立つっていうのは石川選手にとってこうどういったこう、まあ、思いといいますか、両国のという舞台に対する思いを聞かせてください。そうですね、まあ、全日本プレスという名前自体に自分自体がすごい思い入れがあるんで、そこの45周年の年間最大のビッグイベントで名誉を張るっていうこと自体でものすごい、うん、責任感は感じてます。ただ、まあ、それはファイトで返すしかないんで、まあ、今までの両国の名誉も同様に、うん、その重責っていうのはあると思うんで、それは自分は、うん、果たせると 思ってるんで、果たして内容も残して勝って終わりたいなと。もう一点両者にお伺いしますが、この夏もいろんな団体が両国国技館で大会をやりまして、その本当最後の大会が今回の全日本の両国で、その大取りがこの試合になります。それを含め込めてこの試合に何を見せたいか お願いします。まあ、プロレス界で最も最高のチャレンジャー宮原健人と最強のチャンピオン石川修司が並ぶだけでプロレス界一の戦いになるのは間違いないんですよ。ぜひそれを戦いをプロレスファン並びに全日本プロレスファンの皆様を目に焼き付けてほしいですね。まあ当然かもしれないですよ。自分ができる最大のパフォーマンスを見せて、自分が思っているプロレスっていうのを表現したいなと思ってます。その上で勝ちたいなと。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか。受け付けております。よろしいでしょうか。締め切りますがよろしいでしょうか。はい、それでは、写真撮影に移らさせていただきます。こちらもお願いします。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは最後に、全体写真の方を撮影させていただきます。よろしいでしょうか。はい、それではこれをもちまして8月27日両国国技館大会前々日公開記者会見を終了させていただきます。本日はお忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございました。